や。せや。せや。オッケー。ほらほらほら。ほうほうほう。あと2回。あ、いいね。やっぱいいいいね、我々の応援のパワーが届いてる。頑張れ。見た頑張るメガネ。頑張れよ。あ、押せよ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 。しんどいですね、ちょっと呼吸を忘れる。ごめんなさいね、声の音量とかも気にできてない、今。頑張れ、クリシュナ。違う、それ違う、それ違う。あ、違う方。違う。はい、せいやを。あ、これ、いける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 。コーデーズキです。ジャバリドット TV 黒バラ軍団のリノです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。3週目でございます。いやー、前回、はい、まあ、もう青井さんが、はい、もう独走、そうですね、といったところで、うん、ここで立花さんなんですよね。はい、あ、その前にあの、ま、あ、いけない、丸眼鏡じゃなかった次郎さんがですね、はい、あの中断チェリーに来ましたよ。ビッグボーナス引いて711枚のセット、はい、いったところ で、ね、この後もまだ特化ゾーン2つ残ってるんで、はい、残ってます。大きな、ね、3枚数が得れると思うんですが、はい、立花さんですよ、はい、セントセイヤでようやっと GB を行きまして、現状からですね、2戦目までクリア、はい、60%2 戦目まで行ってます。ですよね。いや、私は行ってくれるんじゃないかなと思いますけど、さすがに今ちょっと追ってるのが二郎くんだけなんで、うん、まあ、僕も本当に絵的にも大きな、はい、そのビッグバン的なね、うん、大きな出玉を見たいんで、まあ、ただ忘れないであげてほしいのが水木彩弊社の水木彩も頑張っておりますので、え、当たってましたっけ。あとボーナス1回ですでしたよね。え、大丈夫ですか、御社、弊社ですか大丈夫ですか。まあ、水木さんも何か大きなフリーズだったりとか、そうですね、何か知らないと僕が楽しみどころは増えるんで、僕たちとして楽しみでございます、ね、ぶっちぎっていいんなんでね、今のところ、ね、ちょっと陽の方に頑張ってもらいましょうか。マジ？あれ、本当に応援してくれてる人がいる。応援してますよ。いい人かもしれない人。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、いい人かもしれない。あ、もう絶対大丈夫、絶対大丈夫。やりました。やばい。すげえ。強いよ。ナイス。いや、よかった。味方参戦で、はい、やる気。どうすかい。濃厚ですよね。すごいですね。60%。いい汗かけましたね。すごいですね。セイントセイヤはスポーツです。見せますね。これがやっぱ引き強ってことですね。そうですね、うん、あの据え置きのせいや打って勝つんが一番引き強かもしれないですわ、はい、あら、素晴らしい、下げてあげるタイプじゃないですか。ありがとうございます。いや、すごい、いいも見れましたわ。いいも見ましたね。すいません、すごい、ありがとうございます。400枚ぐらいで終わったし、いいな何ですか、なんか聞こえたな、後ろの方でいなくなるの早いはい、ありがとうございました、皆さん。いやいや、ちょっとどうせならこのまま見ていこうかな。そう、作戦も見たいのよ。ちょっとこんな作戦も見たいのよ。ここですよね。一人にしてほしかったけど、まあ、結果ここなんですよ。やっております、このまま。ここ乗り越えたからといって安心しちゃいけないんです。目標は300、十分です、300で。怖いよ。一回は揃えたいですね、7をね。まあ、10の連打はしんどい。これ100ゲームのやつじゃないですか、これ。これちょっとまずいです。あ、やば。いや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 。いや、こっから、はい、こっから、こっから。ギリギリ。うまい、うまい。やば。やば。みんなが心配してくれたおかげ。いきなり平均を上げてきた。はい、はい、なんとか。ああ、まあ、全然で、あの、非常に楽しみました。いや、はい、よかった、戻ります。ありがとうございました。戻ろう。おやおやみたいな空気がちょっとイラッとしましたけどねあー、疲れちゃった。こういうとこ好きなんですよね。何もしてないの、私だけになったな水木さん、はい、
大丈夫ですよ。大丈夫ですか。ワルプル引いたら応援しに行きますいや、あの一人ぼっちで全然大丈夫なんだちなみにあのセイントセイヤ海王覚醒、これ強気でしたけど、この台にしておいてよかったなっていうのが、一応1、2、3、4、5スルーの台だったんですよ。のおかげで 60% GB レベル2以上だったんでね。あれが1だったら無理だったでしょうね。やっぱりセイントセイヤ海王覚醒って GB が一番楽しくて気持ちいいところだと思うんですけど、実際その出玉につながる部分で言ったら初期ゲーム数が何よりも大事で、その次にこの ART 中にいかにレア役を引けるかなんですよ。レア役引いた上でもうどうしようもない、何もできなかったって言うんだったらもう納得いくんですけど、こうやってね一切引けてないで駆け抜けるが一番ダサいんだね。それだけは避けたい。さあこれでラストということで711枚プラス1の7なくなりました。まだまだあります。そうですね、あと2つありますね。さあ2つ目の特化ゾーン、ここでなんか視察とかもあるみたいなんで、バイクが通ったりだとかタイがいたりだとか、あ、タイいる。連撃以上じゃなかったっけ。来た、完了ランブ。さあ一撃の、ま、上って言って上位って言っていいかな。連撃満了ランブ、いいですね。これ面白いんですよ、満了ランブ。子役で上乗せチャンスと。子役を引くのが超大事。大丈夫か。よし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 。この越後屋を回避しないと終わっちゃうので、うわ、次ゲーム姫連れてる。お、これで姫様、子役引ければ回復。あ、いいね、引っ張れて。あ、回復まであんねや、宝回復。越後屋にご用心ということで終了しましたね。220両。やっぱね、まあ、僕以外が3人が5号機ということで、まあ、6号機でも戦えるぞと。とりあえずまあ投資分はまくってますんで、投資600枚なんで、なんとかここからプラス1000枚とかまでね目指せりゃ、なんなら完走まで目指せりゃ。チャンスすら俺一回も見てないんですよ、はい、確かにやっとです。ここでボーナスですから、これやっとっぽいですよ、はい、ボーナスいっちゃいます。いやースイカか、スイカで当たってしまったのか。スイカ赤棚引いちゃった。もう設定さん一番あるやつ、ね、もう感情が分からなくなってますね。もう嬉しいんだか嬉しくないんだか。そうですよね。喋ってくれたら、これ以上関わり合いを持つな言ったでしょう。はい、シーベット、お待たせしました。ようやく入りました、ね、お待たせしました。さやかです。さやかですか。いっぱいね、スイカ引いた。わ、いっぱいいる。何でしょう、アクションカムに何か吸われましたね今。ですよね今。御社大丈夫ですか。いや大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい、じゃあ期待しますんで。これからですから。わかりました、移動します。隣移ろうかな、朝一台だし。 Loving you。
さあ6セット目が終了でございます。ちょっとしばらく何も弾けてないですな。さあ再びポセイドンステージですな。もう個人的に私が一番見たいのはこのポセイドンステージのプレミアなんですよね。アワゴッドですね。さあ7セット目が終了でございます。あのずっとね1セット分純増が多いんですよ。宝物やってますもんね、うん、やってますからね。それで数百枚プラスはね、うん、できてるでしょう、はい、8セット目でございます。で、あ、そうだ、おそらく13セットまではあると思われるので、もしかしたら雨暮れが流れるかもしれないですね。おお、おお、いや今その雨暮れ流れるかもしれないですねで編集ですよね。そうです、何回か回したじゃないですか。いやいや、あ、雨暮れ流れるんだ、あ、俺流れんだと思ったんですよ。あと2ゲーム後ぐらいにそう思ったんですけど、プチュンでしたね。まさかの。さあいただきました、本日の主役は私。裏切られたな、ついに来た。これはすごい。うわ、下っ端で消えてる。嘘でしょ、やってしまいました。うわうわうわ、マジかよ。間違いない、これは今日のヒーローは私でございます。行きましょう。よし、いやー気持ちよすぎる。ちょっとですね、もう勝てないよ。ということで、やりたいこと全部諦めないで、諦めないでください。はい、諦めない。じゃあ8192のねフラグも達成したということでございますね。よっしゃ、素晴らしい、おめでとうございます。ありがとうございます。ここまで綺麗に有限実行する人いますか。めっちゃめちゃ嬉しい。これは4000は普通に聞けますよ。わー、すごい。我々目指してるのは8192じゃないですか。はい、それはね余裕だと思いますよ。あ、朝から飛ばしてる人は違うな。まあ、私はまあそのまま凱旋打ってますので、8192といったらやっぱりゴッドですね、はい、ゴッド狙いで、はい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 、はい。でまあ、ゴッドはもう引くと思ってるので、はい、あの演出の方が気になってます。あ、何の演出で来るかなっていう、多少強気に、まあ、ゴッドはまあ引けるのでとか言ってるんですけど、ちょっと理由がありまして、あの私の自分のやってる YouTube の番組ですね、あのきらめき男塾っていうんですけど、そっちの方でですね3話連続超負けみたいな、もうマイナス8000枚ぐらいいかれてるんですよ。なのでそろそろさすがに引きのしわ寄せがこっちに今日来るはずなんですよ。なので間違いなく今日ゴッドは引けるはずだと信じております。やっぱり自分で言うとこうなんか蓋になってくるじゃないですか、ね、そんなに自信もないのに、いやー、フリーズだったんだな。こんだけ言っていけなかったらどうしようとかね、それないですもんね。すごい、いや幸せですね。もうあの勝負とか関係なしにしてももうで、ちょっと改めますと、18セットまでかな、18まで現時点で濃厚でございます。いやそれにしてもちょっと理想的すぎますねこの展開は、ね、打ち始めも立ち上がり早くて赤7で伸ばしつつとどめのゴッドと、いやもうこれは凱旋打つ中ではもう本当に最高の展開ですね。いやこれこそが、うん、名機って言うんですよね、うん、うん、大丈夫か、赤ね、青、うわー、あ、よかった。何が出るかなですよ、これ。いや本当ですね、本当に。誰だ、氷河さん、ゴールドが欲しいんですよね、やはり。そうなんですよ、来よ、はい、50、やっと引けました、チャンスメビー、おい、やっぱスイカで乗せたいですよね。いやそうなんですよね、スイカの 3% 取れるかっていうところが、でそこの余分位置取って300っていうやつですからね。ダメです。お、あるの、
あら、やり申した。キョウチェリータチャンス目からシュン、お、ジョーカー、フン、50、元に戻りました。残り217ゲーム。おお、ジャックチェ、あ、上乗せ、ジャックチェからでけえ50。さあ、これで2つ特化ゾーンを使ってラスト1個です。さあ、いいのちょうだい。あー、フルマインパクト一撃ですね。まあ、1回目711乗りましたけど、そう簡単に乗るような台でも乗るような特化ゾーンじゃないので、なかなか難しいですが、リプレイ引け、いいね、よー、継続したのアップよ、超えろ姫、よーし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 、ムツゴロウさんみたいな。確かに、なんか撫でてましたね、今、うん、さあ、超えちゃえ、奇跡起こそう。あー、でもまあまあまあ、200枚なら上出来でしょう。素晴らしい。さあ、これにて、あー、ないか、1262枚終了でございます。まあ、でもよく出た、素晴らしい、頑張った頑張った。はい、移動してきました。隣の魔法少女マドカマギカツです。どうしてもね、やりたいんですよ、何かせめて ART やりたいんです。なんで、あ、 ART やられてないですよね。そうですね、はい、ですよね、はい、このミニキャラをね、さっき窓加入してて調子悪かったんでホムラに変えてみました。もうわけわかんないことやってるけどホムラに変えてみましたって、もうオカルトなんですけど、ああ、これちょっとブレ始めてますね。ママも参っちゃってるんですか、ガチ系の水木さん。そうですよね、もう藁にもすがる思いというか、ね、ですよね、今やれることはやろうと。ですよね、キャラ変し始めましたから、ね、今、うん、やってんなと思いましたけど。チェリーから一色ビッグ当たりました。85回転、早かった。投資ぴったり1500枚です。何がぴったりなのかわかんないですけど、はい、おお、びっくりした。おお、いや、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、斜めがいいな。まあ、そんなことはないけど、はい、ようやくマギカラッシュゲットです。よし、ようやくやれました。いや、素晴らしいですね、展開がね、変わりましたね。こいつですね、ケイロス、はい、あがます。あれ、ってか最後にもう一回マギカラッシュついたんで、これ最後の最後でもう一個揃ってた、揃ってましたね。はい、なのでマギカクエストも入ってる状態です。3000枚、3000枚を突破。これはどうやって追いついたらいいんでしょうかね。順増2枚じゃ無理だな。誰かがその大幅に乗せて、誰かが大幅に乗せれなくてを鳴らして平均獲得枚数が1350枚じゃないですか。その乗せれない方にね、私いるんで、こんだけ引いてればそろ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 ゴールドセイントバトルぐらい。一番上まではいかないか。ただ赤扉なので何かしらはもらえるでしょう。あら、素敵。ちょっとあんた今震えたわね。ねえ、レインボーですけど。おお、いいやつ、いい音。これ千日戦争なくはないんで、
レインボーでしたからね。いけますよ。シュラ、いや戦える。キョチェリからレインボーだったら千日戦争でも良かったんじゃないなんて思っちゃってますけど、きっと300ぐらいくれる。いや400、500もらいましょう。ちょっとごめんなさい、あ、立てなかった。はい、白鍋さん、よかった。いきます。100、いいぞ、乗ってきた。こうなるまでにだいぶ時間とね、リアリティゲーム数ほんの少しでしたよね。そうですね。いやすごい粘り強い。アテナ開始画面は見間違えないですよ。追撃、マネ引いた。強チェリーですけど、80、はい、見てください、320。さっきのあの覚醒より乗ってるんで、シュラ300ってすごいな。2000ラッシュ分ぐらい2覚醒分ぐらい乗ってます。あれどこで出た、ちょっと待ってください、これ、え、私、うわー、ちょっとわーとか言っちゃった。恥ずかしい、やだもう。1、2、3、4、5、え、ここまで継続確定ですね。私これ4桁いけるんじゃないですか。あの覚えておいてください皆さん、立花里乃っていう人間は興奮しすぎると私言い始めるんですよ。でちょっと口調がおかしくなるんで気にしないでください、ごめんなさい。本当その辺にいるただのパチスロ好きな女性、29歳、独身ってだけなんで、はい、お見知りおきを。もう何なの、こんな乗るのシュラって。え、初めて見たかもしれないですよ、シュラでここまで乗せてるの、ね、私自身最高上乗せいくかもしれないですね。これ勝てるんじゃないか、何回出るのあなた。もう感覚が麻痺してきてるんで、さっきのあの強釣り引いたタイミングで乗ったゲーム数80ゲームって普通だったら喜ぶべきところなんですけど、足りなく感じますよね。おっしゃいですもん、ここ。継続、いや緊張してきた。え、自身の最高上乗せゲーム数が880なんですよ。あと少し、エクスカリバー50はでかい。来ました。いつから歌ってましたか、あなた。ちょっと今から、今からだったらギリギリ追撃手前まで続けますね。次回のパチタウン TV、 起死回生の4桁上乗せなるか。50はでかい。何が起きたんですか。シュラがなんかハッスルしてくれたおかげで。ワルプルの煽り来い、来た。ついに水木も覚醒、有言実行なるか。そしてジローにも。おあら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 、